野田山は石川県金沢市の市街地からほど近い山である。頂上近くに国土地理院の山東三角点があり、その標高は175.09メートルだが、山の最高点はここから南東方にあり、地形図の東高線から標高180メートルを超えると考えられる。頂上付近にはリンゴ園があり、市街地に面した北側のなだらかな斜面には、 野田山墓地が広がる。麓には、大乗寺がある。1587年、前田利家が、兄利休を葬ったのが始まり。その後、利家本人もここに葬られ、前田家の墓所となり、さらに家臣、町人、百姓など、身分、宗派に関わらない墓地となった。現在は、おおむね前田家墓所、市営墓地、及び、石川県が、 陸軍から引き継いだ戦没者墓地の三つのエリアに分別される。加賀藩の藩主であった前田家の墓所である。江戸時代の大名家の墓所としては、藍津藩のものに次ぐ規模を持つ。巡視者の墓もこのエリアに含まれる。2009年2月12日、富山県高岡市の前田利長墓所と合わせて、加賀藩主前田家墓所の名称で、国の史跡に指定された。 金沢市が管理する。明治時代に、金沢を離れた人たちの先祖の墓が、近年無縁墓となるケースが急増しており、調査が進められている。ここに葬られている人たちにはなどがいる。母親戦争から、太平洋戦争の主に陸軍関係者の墓地であるが、日露戦争のロシア人捕虜たちも、このエリアに葬られている。1962年から、 石川県が管理している。陰宝器継ぎ師安宗の後の碑文が刻まれた、石碑上海天朝節爆弾事件を起こした、朝鮮人独立運動家、陰宝器津の慰霊党陰宝器継ぎ師純国記念碑、慰霊碑、陰宝器継ぎ師安宗の後一縛みが、処刑後その死体が埋められていた、陸軍墓地通路近辺に、在日韓国人によって設けられている。 記念碑では在日本大官民国民団によって追悼式が行われている。三角点が立つ美高地は野田山三角点古墳に指定されている。直径42メートルの円墳で、北加賀では最大級の規模を持つが、周囲との飛行は2から3メートルと、直径に比して低平な墳球である。 尾根川には幅8メートルの溝、斜面には幅1.5メートルのテラス状成形を施すことで周囲との境としている。年代を確認する異物資料を得ていないが、低平な墳丘から低経化古墳が出現する以前の4世紀段階の所産と考えられている。金沢市の文化財と歴史遺産、加賀藩主前竹墓所。金沢市。 2018年10月6日閲覧。バイケンイン保育継ぎ市国80周年、記念追悼式在日本大官民国民団2012年12月20日、北加賀地域古墳群分布調査報告、石川考古学研究会誌第22号石川考古学研究会。ありがとうございます。